はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、三井住友ナンバーレス通常カードとゴールドカードを徹底比較ということで、今回は昨日に引き続き三井住友ナンバーレスについてですね、この動画では三井住友ナンバーレスと先日紹介した三井住友ナンバーレスのゴールドカードをですね、僕なりに比較してみました。もしですね、ナンバーレスの発行やゴールドを追加で発行されることを検討されている方はですね、参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで、今回ね、比較させていただくカードはこちらのカードとなっております。三井住友ナンバーレスの通常カード、そして三井住友ナンバーレスゴールドカードということで、まずこの通常のナンバーレスに関したら、先日ですね、こちら三井住友ナンバーレスを3ヶ月、まあ、使った結果ということで、僕が使った感想などをまとめた動画出してますので、こちら見ていただければと思います。で、ゴールドのカードに関したら、この動画の1つ前にですね、1本動画を上げてますので、まあ、ぜひこちらも見ていただければと思います。で、今回お伝えする内容は、この2つのカードの比較ということで、 ということなんですけども、まあ、これまでお伝えしてきた内容のまとめとかにちょっと近いですね。で、僕なりに簡単にまとめましたので、まず上から順に見ていきましょう。まず… 年会費なんですけども、まず三井住友ナンバーレスであれば、永年無料ということなんですが、三井住友ナンバーレスのゴールドカードの方であれば、税込みで5,500円なんですけども、初年度は無料のキャンペーンというのが今実習でございます。そしてさらに後ほども解説するんですけども、年に100万円分利用することで、永年無料になるっていうね、なかなか結構そこが魅力的なカードの、この三井住友ナンバーレスのゴールドカードとなっております。 で、前回を動画でもお伝えしたんですけども、5500円でぶっちゃけ高くもなくて安くもないっていうちょうど間ぐらいなので、結構絶妙な額なんですよね。で、続きまして、家族カードの年会費なんですけども、こちらの三井住友ナンバーレスは永年無料なんですけども、ゴールドの方はなんとですね、こちらも永年無料なんですよね。これ後々ですね、僕も調べてて気づいたんですけども、まあ、普通僕の勝手なイメージなんですけども、ゴールドカードの家族カードって、 ま、エポスとかだったら、まあ、紹介とかだったら確か無料とかにはできたはずなんですけども、他のカードはゴールドカードの場合ちょっと年会費がかかってたような気がするので、今回この三井住友ナンバーレスのゴールド発行して、この家族カードの年会費が無料、永年無料になるっていうのはめちゃくちゃでかいかなと思いますね。 で、続きまして、お申し込み対象ということで、作成できる年齢ですね。まず、通常の三井住友ナンバーレスに関したら、まあ、18歳以上高校生を除くということで、これは大体のね、クレジットカードはこうなってるかなと思います。ゴールドの方に関したら、まあ、20歳以上ということですね。で、それに合わせて、安定継続収入のある方ということでになってますんで、まあ、これがどの基準で言ってるのかわかんないんですけども、 で、さらに、公式ページには、なんかゴールド専用の審査みたいなのがあるっていう風に出ててましたんで、まあ通常のナンバーレスよりかは、ちょっと審査が厳しいのかなっていうイメージになってるかなと思います。 で、続きまして、空港ラウンジですね。通常のおツで住むともナンバーレスはないんですけども、ゴールドカードの方は利用可能となってます。まあ、これはね、ほんとゴールドカードとか、まあ、ステータスカードの、いわゆる特権みたいなものですよね。なので、普段からね、空港とか利用される方、たまに旅行とかされる方は、まあ、こういった時に活躍するカードの一つになるかなと思います。で続きまして、国際ブランドなんですけども、これに関してはどちらともビザマスター、ビザマスターとなっております。 ここ最近のね、僕の勝手ながらのイメージは、なんかビザのキャンペーンがすごい多くなってますよね。まあ、ちょっと前も動画で紹介させていただいたんですけども、ビザタッチのキャンペーンとかも増えてますんで、もし今のタイミングで作成される方はビザの方がいいかもしれないですね。ちなみに僕は三井住友の通常カードはビザなんですけども、ナンバーレスの方にはマスターとなってますんで、正直追加で普通の三井住友ナンバーレスのビザがちょっと今欲しくなってきてるはいます。 で次に旅行障害保険に関したら、通常の三井住友ナンバーレスに関したら2000万円、最高2000万円まで、これは海外旅行ということになってまして、 それにプラスアルファでゴールドの場合はこの中に国内が含まれます。続きましてこちらの比較表なんですけども、まず上からショッピング保証ということなんですけども、通常の三井住友ナンバーレスはなくて、ゴールドの方は年間300万円までお買い物安心保険というものがございます。まあ、今回ですね、僕のこの言葉初めて聞いたので、ちょっと調べてみました。色々調べてたらですね、この三井住友カードが出してるひとときっていうブログ、公式ブログっていうんですかね、これがちょっとね、検索で見つかりまして、これですね、お買い物 のトラブルに対応お買い物安心保険を知ってショッピングを楽しもうということでいわゆる先ほどお伝えしたお買い物安心保険についての解説がございますまあ、かなりわかりやすくねお買い物安心保険についての解説が出てるんですけどもここですねお買い物安心保険は三井住友カードに自動で付帯されている保険サービス三井住友カードを利用して購入した商品が壊れたり盗まれたりした場合に保証してくれますということですねその名の通りですね大きなお買い物はもちろん普段のお買い物も安心して 悲しめますと クレジットカードで買った電化製品がすぐに壊れた時とか、あとはクレジットカードで買ったばかりのバッグが盗まれたとか、クレジットカードで買った財布をもらったがすぐに盗まれたとか、上記のようなトラブルが保険責任期間中に発生した場合に限り、カード決済時にご利用控え、またはお買い物をしたお店の領収書に書かれている商品の購入金額、かっこ修理可能な場合に関したら、修理金額か購入金額のどちらか低い金額から1事項につきっていうんですかね。3, を差し引いた金額が保証されますということになっておりますなお買った商品の代金の一部を三井住友カードで支払った場合は カードご利用控えの金額が保証の限度額になりますということですね。なので、もしね、万が一こういったことに該当することが、まあ、いつ起きるかってわかんないと思うんですけども、起きた場合、三井住友ナンバーレスのゴールドカードで決済してた場合は、いわゆるちょっとした保証がついてますよということですね。で、限度額としたら、ゴールド NL の場合に関したら、先ほどお伝えしたように300万円までついてるんですけども、通常の三井住友ナンバーレスに関したら、お買い物安心保険の負担はありませんということでございますんで、まあ、ちょっとした保険をかけるのであれば、まあ、ここは結構ね、 大きなポイントになるのかなというふうに思います。で、続きまして、貯まるポイントなんですけども、それぞれ V ポイントが貯まります。で、この V ポイントに関したら、例えばクレジットカードの請求に充当できたりですとか、V ポイントアプリっていうのがあるんですけども、そこにポイントをチャージして、V ポイントアプリで決済できたりとか、あと、他社のポイントに交換することもできます。なので、結構ね、この V ポイントは使い方によっては結構お得に使えるポイントになってるかなと思います。ちなみにですね、他社に交換できるポイントとして、一覧表はざっとこんな感じとなっております。 その通りですね、ポイントによって、まあ、いわゆる10交換ができるものと、 ちょっとレまあ、レートが下がってしまうポイントっていうのが結構あったりしますでざっとですね投稿交換できるものに関したらこんな感じとなっておりますまあ、僕がよく使うポイントであれば D ポイントがあるのでまあ、1ポイント 1V ポイント 1D ポイントに交換できるんでまあ、この方法でもいいかなとまあ、D ポイントを集中的にね貯めてる方はこういった方法も試してみてくださいで続きまして還元率なんですけども通常の還元率まあいわゆるそのショッピング還元率っていうんですかね普通にお店とかで決済した場合の還元率はそれぞれ0.5%還元と となっております、まあ、パッと見はね、ゴールドであればここの還元率アップしてもいいんじゃないかなというふうに思ってはいたんですけども、やっぱりね、ナンバーレスの特徴っていうのはここに限るかなと思うんですよね。ローソン、ファミリーマート、セブンイレブン、そしてプラスアルファでマクドナルド、ここでタッチ決済を行った場合に還元率がそれぞれ5%までアップする。まあ、これがね、ナンバーレスの一番の特徴かなと思いますんで、このお店を使う人にはもうこのカードはもってこいなカードかなと思います。 で、続きまして、ここ、クレカ積み立てということで、まあ、最近始まったサービスで、まあ、こちらの動画でも紹介はしてるんですけども、三井住友カードで SBI 証券にクレジットカードを使って、まあ、積み立てができる、投資ができる、ということになりました。で、その時の還元率っていうのが、通常の還元率は、ナンバーレスの場合は0.5%還元。ですけども、ゴールドの場合に関したら1%還元となります。分かりやすい表がですね、出ておりまして、ポイントアッププラン新登場最大9000ポイントプレゼントということで、まあ、通常の還元率は、先ほどお伝えしたように、 ゴールドの場合は1%そしてナンバーレスの場合に関しては0.5%なんですけども今現在ですねまあ、約半年6ヶ月間ほどキャンペーンを行ってるのでプラスアルファでプラス1%がされますなので現時点で SBI 証券で三井住友カードを使ってクレカ積み立てをする場合はゴールドの場合は2%そしてナンバーレスの場合に関しては通常のナンバーレスの場合に関したら1.5%還元となりますので半年間はね2%還元で楽しむことができますまあそれが終わったらね1%還元には戻るんですけどもこれ これがね、またゴールドカードのまあ魅力的なところの一つになるんじゃないかなというふうに思います。そして最後のこちらその他ということで、やっぱりね、ゴールドの一番の特徴と言っても過言ではないここですね100、年間100万円を利用することで、このゴールドの年会費税込5500円が永年無料になるということ、プラスさらにですね、その1年ごとに100万円をもし利用することによって、1万円相当の V ポイントをもらうことができます。 なので、一年間は、いわゆるゴールド修行みたいなものに入って、その後はね、ずーっと持ってることで、まあ、年会費無料なので、全然お金はかかんないですし、さらに、まあ、かなりね、メインカードとして使われる方であれば、100万円以上使うことによって、1万円相当の V ポイントがもらえるっていうのはね、かなり魅力的なとこかなと思います。で、そのですね、100万円を利用することのカウントされる決済方法なんですけども、前回の動画でも紹介したんですが、例えばペイペイの決済であったりとか、a u ペイなので、スマホ決済とこのクレジットカードを組み合わせて使うことができる。 いるので還元率アップを狙うことができます他にもビザプリペイドカードのキャッシュであったりとか高級力点支払いまあ、僕が今回いいなと思ったのはやっぱりこの税金のところなんですよね結構その税金をまとめて支払うときとかにかなりの額を使って決済される方いらっしゃると思うんですけどもまあ手数料はかかると思うんですがけどやっぱりそれを考えても100万円の中の決済にカウントされるっていうことであれば結構 大きいかなと思います。まあ、ですけども、先ほどお伝えしたクレジットカード積み立てですね。クレカ積み立てに関したら、カウントの対象外になっておりますし、一部対象外のものもあったりするので、ここはね、もし決済される前はもちろんですし、作成される前に一度目を通していただいた上で、作成されてみてはいかがでしょうか。でですね、今回の内容を僕なりにまとめました。いわゆるその、三井住友ゴールドカード、どういった方が、ま、発行に向いてるのかということで、大きく4つなんですけども、先ほどお伝えしたように年間100万円を利用される方です、ね。 ね。年会費、永年無料になるのはもちろんなんですけども、100万円を毎年使うことによって、 1>, 1万 V ポイントがもらえるっていうのが1点目。次に空港ラウンジを利用されたい方ですね。すでに、いわゆるそのステータスカードを持ってる方であれば、大体のゴールドカードとかプラチナカードとか空港ラウンジ使えるかと思いますんで、わざわざ発行する必要はないと思うんですけども、まだ持ってない方に関したら、このナンバーレスでも使うことができますので、そこは結構ね、便利かなと。で、3つ目は、クレカ積み立ての還元率アップということで、ナンバーレス、通常のナンバーレスの場合に関しては0.5%なんですけども、これが、 1%, 1還元になると。で、4つ目はステータスカードを持ちたいということですね。まあ、これ正直ね、まあ、クリストカードを持っている方であれば分かると思うんですけども、いわゆるゴールドカードなので、まあ、ちょっとしたロマンにちょっと近いところではあるんですよ。まあ、特にね、それに関して関心がないという方ももちろんいらっしゃると思うんですけども、やっぱりなんかゴールドって響きがいいなって思う方はですね、まあ、今回のこのカードを持つのもありなんじゃないかなと思います。もちろんね、これに関しては僕なりの見解ですけどね。 で、この4つの内容を踏まえてですね、それ以外の方、もう特にね、該当しない方はですね、もう通常のナンバレスで全然 OK です。で、もしですね、今回の内容を踏まえて、まあ、三井住友ナンバレス通常カードはもちろん、まあ、ゴールドカードをですね、まあ、作成したい場合、お得な作成方法ということで、口酸っぱく言ってるんですけども、もうポイントサイト経由が本当にお得でございます。まあ、動画を作成するために、まあ、どのタイミングでどれがお得なのかっていうのは結構その日、その時間、まあ、結構いろいろバラバラだったりするんですけども、このサイトを僕がよく使ってる、どことっていう サイトでございますこのサイトはですね、今、どのポイントサイトがお得なのかというふうに簡単に調べることができるんですけども、例えば、今であれば、三井住友ナンバーレス。まあ、三井住友でもいいかもしれないですね。これで検索をすると、219件ということで、ナンバーレス以外のカードもずらりと出てきます。でですね、まあ、今は三井住友プラチナプリファードとかいろいろ出てくるんですけども、まあ、ざーっとこう下に下がっていただいてですね、まあ、ここら辺でじわじわと三井住友ゴールドとかが出てきます。まあ、今であれば、ライフメディアというと 一番お得ですね、まあ、僕が使っているポイントサイトであれば、例えば笑うですね。ここであれば、三井住友ゴールド。これが今7100円で出てますね。あと、普通の三井住友ナンバーレスを作っても、笑うであれば6100円。そして、モッピーですね。モッピーであれば6000円。これは三井住友ゴールドナンバーレスの方ですね。で、下の方に左下に見るとですね、他のページにも行くことができるんですけども、あと、ここも出てますね。僕が使っているチョベリッチであれば6000円。G ポイントも使っているので6000円。ハピタスも6000円。 って感じですね。 ゴールドもナンバー、普通のナンバーレスも同じですね。まあ、例えばですね、僕が使ってるこちら、チョビリッチっていうポイントサイトなんですけども、このサイトに入っていただいたら、ここにも出てるように、三井住友カード、ゴールド NL と出てます。で、今現在作成すると、6000円相当のポイントをもらうことができるので、で、作成するときのポイント獲得条件とかも読んでください。まあ、今回はね、新規クレジットカード発行だけ出すだけですので、ま、そこが確認できたら、サイトへ行くっていうところ入っていただいて、あと発行するだけで大丈夫です。モッピーも同じ感じですね。今だと、6000ポイントですね。 相当のポイントがもらえますこちらハピタスなんですけど、ハピタスも同じですね、6000ポイントということで、ポイント対象条件も新規カード発行完了、カード受け取り必須ということで、特にね、細かい条件とか特になさそうなので、しっかりとここら辺を読んだ上で、それぞれのポイントサイトで発行するとき、ハピタスの場合はこのポイントを貯めるっていうところをタップしていただければ、あとは作成するだけということになります。簡単ですよね。 まあそんなこんなで今回は三井住友ナンバーレスの通常カードそしてゴールドカードの比較について簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ実際にねこんな風に比較したらまあ自分にとってそれが必要なのかどうかっていうのがまあ考えれることができるのでまあ僕的にも結構良かったタイミングかなという風に思いました。やっぱりね見ていただいてる視聴者さんによっても年間まあこれぐらいのお金を使うとかっていうのは結構バラバラだと思いますんでこれに関したらね一度ご自身の固定費であったりとかまあサブスクももちろんなんですけどもまあそういったものが毎月どれぐらい使って まあ、おおよそ、確か9万円ぐらいになると思うんですけども、毎月それぐらいもし使う方であれば、まあ、作成してもいいと思いますし、まあ、そんなに届かないなっていう方はね、無理に作る必要もないと思いますんで、そこはね、今一度考えていただければなというふうに思います。で、もしですね、それぞれ通常のナンバーレスだったりとか、ゴールドナンバーレス、もし発行を検討されている方はですね、先ほどちらっと紹介したポイントサイトのリンクに関しては概要欄に貼っておきますんで、こちらも気になる方いらっしゃれば見ていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございます。 ました